皆様どうも、こんにちは。本日はですね、この前、夏の天の川をね、撮影してきたんですけれども、その撮影後期のところでですね、撮影は簡単なんですけれども、画像処理は難しいですよということについて、一言二言述べました。今日はですね、その点について、よりですね、ちょっと掘り下げて、話してみたいかなと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。ね、まずはですね、今回撮影した場所なんですけれども、このバンビの横顔と言われるですね、通称、これはですね、正しい名前ではなくて、日本でのですね、愛称なんですけれども、それを中心に撮ってきたんですけれども、この天体がどこにあるかというところについて、プラネタリウムソフト上でですね、見ていこうかなと思います。で、こちらはですね、撮影当夜の状況をですね、シミュレートしたものになります。で、夏の天の川っていうのはですね、基本的には立座、射手座、さそり座、あと蛇使い座あたりですね。この間ぐらいにですね、一番濃い部分があります。で、今回撮ったのはですね、この立座と射手座の大体境界あたりですね。そこら辺に位置する天体を 135mm レンズと、フルサイズのカメラで撮ってきたというところです。で、この赤枠がですね、その射矢になります。で、拡大するとですね、こんな感じなんですけれども、大体この中心にあるのが、バンビの横顔と、通称なんですけれども、呼ばれる天体があります。で、こちらの画像はですね、それをそのままロー現像したもの、撮ってきたものをそのまま、フォトショップでですね、補正はですね、色の補正はかけましたけれども、ノイズ処理とか、そういうのは一切やっていません。で、あとは、設定はですね、ISO 3200、F2.8、そして、2分間の露光をかけました。で、もちろんですね、赤道儀で、追尾しています。で、撮影した直後っていうのはですね、こんな感じで、いわゆる軟調な状態で上がってきます。で、天体によってはですね、この状態でははっきりとどこに何があるのかわからないという時もあるんですけれども、こちらのですね、夏の天の川っていうのは、基本的に濃いので、あと明るい天体が多いので、この状態でもですね、割とわかるわけですね。明るいとは言っても、それは天体の中で比較的明るいという意味なので、もちろん他の被写体に比べればですね、かなり暗くなってきます。なんで、撮影するとしたらですね、ちゃんとですね、天の川が見えるような場所でなければ、撮影は難しいと思われます。とにかくですね、こんな感じで撮れますよと。で、この状態で見る限りですね、別にこれでもいいじゃないかというところなんですけれども、ただこのままプリントしちゃうとですね、実際のところは、かなり軟調なので、どこに何があるのかですね、はっきりしない、眠いですね、写真になってしまうわけですね。で、そこでですね、コントラストアップ、いわゆる強調処理というものが必要になってきます。で、一番簡単なですね、強調処理っていうのは、そのレベル補正レイヤーでですね、このように、レベルを切り詰めてやる。シャドウ側とこのハイライト側をですね、こういうふうに切り詰めてやると、どうなるかっていうと、こんな感じになります。これがですね、もともとこういう軟調だった状態のが、コントラストアップされて、こんなですね、強調処理された状態になるわけです。ね、ただですね、このように何もせずですね、そのまま強調処理をしてしまうと、例えばですね、レンズの周辺原光っていうのが出てきます。で、あとはこれ現像するときにですね、ノイズ処理というものを一切かけてないので、ピクセル等倍で見るとよくわかるんですけどね、こういった緑色の、ランダムノイズというものが浮いてきます。で、昔のカメラであればですね、アンプノイズというものが、出てくるわけなんですけど、こちらはですね、D810A という最新の、天体専用カメラなんで、アンプノイズっていうのは、見えませんね。そこら辺は優秀かなと思います。とにかくですね、一枚撮りでそのまま、撮ったままの状態を強調すると、うまい具合にですね、できませんよという感じですね。このまんまですね、プリントしても、もちろんですね、写真として、鑑賞するに堪えないという形になってしまうわけです。そこで、いろいろな処理が必要になってくるわけなんですけれども、まずはですね、そのフラット処理と、フラット除散というものをやってやったのが、こちらになります。
で、これはですね、まあ、周辺入稿を取るための処理なんですけれども、そのフラットフレームっていうもので、割り算してやるということをすると、まあ、こんなですね、まあ、周辺入稿っていうものが、取れて、よりですね、その強調に耐えうる素材というものになるわけです。ただ、もちろんですね、ノイズが取れるわけではないので、まあ、100% してみるとわかるんですけれども、このようにですね、そのノイズっていうのはまだ依然として浮いてます。で、さらにですね、どうしてもこの南の低空側の宿命なんですけれども、まあ、こういった、天の川のハイライト部分、あるいはサソリ座っていうところに関しては、このようなですね、まあ、かぶりっていうものが生じてしまいます。ね、下の方が明るくってですね、まあ、上の方が暗くなっているわけなんですけれども、これはかぶりと言われるもので、日本からですね、取るとどうしても生じてしまうわけですね。ね、例えば、これがですね、もっと違う場所、白鳥座とかだとですね、まあ、ある程度こう高度が上がってきますので、こういったかぶりの影響がですね、もっと少なくなってくるわけなんですけれども、どうしてもですね、この夏の天の川のここら辺とか、まあ、ここら辺の、まあ、アンタレズ付近っていうですね、まあ、人気の場所があるんですけれども、日本から撮ると仕方ないところはあるんですね。これがですね、またあの南半球に行くと違うんですよ。やっぱりですね、あの南半球でこういう場所を取ると、後の処理がですね、まあ、とても楽だったとか、あるいはですね、もっとその淡い部分が映ってるとかね、そういう話を聞くことがあります。まあまあ、これは日本から取る以上付き合っていかなきゃいけない、まあ、宿命なんですけれども、ある程度はですね、まあ、こっちの方で、リカバリーしてやる必要があるかなと思います。で、まあ、つまりですね、今何が問題かっていうと、まあ、ノイズがですね、まず1点浮いてるということ。あとはですね、かぶりというものが生じているというところです。で、まずノイズなんですけれども、これはですね、まあ、いわゆるコンポジットというものをかけてやります。で、この画像をですね、何枚かその加算平均処理ということをやってやるんですけれども、今回はですね、あまりそれができなかったんですね。8枚ほどですね、加算平均というものをやってやりました。で、あとはですね、あの、かぶり補正っていうのは、実はフォトショップの方でもですね、してやることはできるわけなんですけれども、なんていうのかな、グラデーションマスクを使ってですね、例えばこの下の方の、明るさを落とす、あるいは上の方の明るさを上げるという処理ですね。ただ、それをやるとですね、まあ、泥沼化してしまう、まあ、そういう場合が結構ありますので、今回はですね、フラットエイドプロというものを使ってます。で、フラットエイドプロを使うとですね、まあ、比較的ですね、まあ、簡単にその補正ができるので、特にこういう明るい天体とかだとですね、結構威力を発揮してくれます。まあ、なんでですね、まあ、今回そのコンポジット処理と、そのフラットエイドプロによるですね、かぶり処理というものを、した素材を次にですね、お見せしようかなと思います。それがですね、まあ、こちらになります。これだけですね、まあ、かぶりとかノイズがあったものが、コンポジットとそのフラットエイドプロによる処理によって、まあ、こうなるわけですね。まあ、これがこうなるというところです。まあ、違いはですね、もう説明いらず、一目瞭然かなというところですよね。例えばこのピクセル等倍で見ても、もともとですね、これだけノイズあったものが、これだけになりましたよと。で、あとはですね、まあ、全体を見てもらったらわかると思うんですけれども、かぶりっていうのもなくなりましたよというところです。で、それで、まあ、こういうふうなね、切り詰め処理というものをしてやると、まあ、全体的にですね、まあ、均一にこうコントラストが上がってくるというところです。まあ、これはこれでですね、まあ、完成画像としてもいいんですけれども、ただですね、全体がちょっと赤っぽいですよね。こういった天の川の部分とかが赤っぽいので、その色のですね、まあ、なんというのかな、この起伏っていうのが、あまり出てないと、なんというのかな、全体的にまだ青とかグリーンとかっていう色がですね、出てきてないので、これでですね、プリントしてもいいのかもしれないですけれども、なんというのかな、ちょっと初心者っぽく見えてしまうっていうところがあるらしいんですよ。特にこう、ベテランの方から、見てみると、こういったね、赤っぽい天の川っていうのは、なんていうのかな、その色の表現がですね、まだ足らないっていうところがあるらしいんですよね。で、そこら辺のことを留意して処理しなきゃいけないのが、ここの難しいところなんです。で、この赤っぽいのをですね、この赤を抑えながら、G とか B っていうのをですね、出していかなきゃいけない。まあそういったところがあるわけですね。で、そこら辺に、まあ注意してですね、まあ今回私が、まあ処理したものが、こちらになります。で、先ほどと違うのはですね、まあ、先ほどはこんな、まあ、全体的にね、赤っぽかったのが、
今回はですね、まあ、ここら辺の天の川のね、やや緑っぽいところとか、まあ、このバンビの横川あたりのややブルーっぽいところっていうのが、出てるんじゃないかなと思います。ただ、まあ、こちらはですね、じゃあ地震があるかどうかっていうと、全然ないです。っていうのもですね、なんというのかな、こう、まずパッと見たときにですね、若干なんか変な感じがあるんですよね。いや、なんとも言えないところがあって、もうちょっとなんかやりようがあるんじゃないかなっていうのがね、まだあるわけなんですよ。なんかうまくやったつもりなんだけど、こう、できるだけですね、このクロートの方に近づけたつもりなんだけど、なんか近づききれ、なりきれてないなっていうところがね、自分の中であって、まあ、そこが引っかかる場所なんですよね。で、まあ、こういうね、赤を抑えて、まあ、グリーンとかブルー出すっていうのは、あんまりやりすぎるとですね、その GB 遊びという風に言われてしまうわけなんですけど、どうもその GB 遊びをちょっとしすぎたかなっていうのがあるんですよ。で、まあ、デジタルっていうのは比較的ですね、グリーンとかブルーが映るんで、まあ、それを強調してやるっていうこともね、できるわけなんですけれども、それをちょっとね、やりすぎたのかなっていうのが今回の反省なんですよね。いや、まあ、これでいいのかもしれない。カラーバランス的にはですね、まあ、これでいいのかもしれないんですけれども、なんかね、あと一歩かなっていうのが自分の中でもあって、そこがなんていうのかな、その表現しきれない部分というか、まあ、課題としている部分なんですよね。で、あとはもう一つはですね、この写真結構ね、モニターに寄っちゃうっていうのがあるんですよ。で、今使ってるのがですね、その映像の古いモニターなんですけど、で、これで見るとですね、若干全体的にですね、まあ、暖色より、まあ、いわゆる赤とか黄色よりなんですよね。で、こちらのですね、まあ、写真を例えばレティーナディスプレイとかで見てやると、すごいですね、なんか寒い印象を受けるんですよね。まあ、つまり寒色よりです。で、若干その寒色によってるので、全体的にですね、あとサイドがね、ここら辺の赤い部分とかが抜けちゃってるような、まあ、そんな感じを受けてですね、なんかモニターによってはですね、まあ、よく見えたり悪く見えたりというところがありますね。そこら辺もまあ課題なんですよ。で、プリントした時はね、どうかっていうと、やっぱりプリントしてもですね、若干その寒い感じっていうのがあって、もうちょっとその暖かさ、暖色寄りのね、色が必要なのかなというところはあります。まあそこら辺どうなのかな、カラマネとか知っていかなきゃいけないんですかね、やっぱり。まあそれはそれでまたモニターが必要になってくるんでね。なんか大変だなと、また別のものが必要になってきちゃうなというところなんですけれども、まあ、もっといろんなね、天体処理して、それで、まあ、いろいろプリントとかしてみてですね、導入とかも検討してみたいかなと思います。まあまあ、とにかくですね、夏の天の川っていうのは、簡単には撮影できるんですけれども、その処理っていうのがですね、なかなか難しいっていうところです。今回もですね、これグループで1個にまとめてますけれども、こんな感じで結構泥沼の処理をしてますね。これ到底全部お見せすることできないんですけど、こんな感じで1グループでだいたい3つか4つのレイヤーがあります。これ一体何個グループがあるんだ？10個ぐらいグループがあってですね、まあ、それに1つにつき、まあ、3個か4個レイヤーがあるので、まあ、全体としてまあ40個ぐらいのですね、まあ、レイヤーをかまして、まあ、ちょっとずつちょっとずつまあ強調とかね、あるいはカラーバランスの調整というものをやってます。まあ、それでもですね、まだちょっと自分の中ではその 100% っていう感じではなくて、まあ、まだまだ今後ですね、いろいろ煮詰めていかなきゃいけない。まあそういったところがあるのかなって感じですね。まあまあ、こう言っちゃうとですね、その天体写真って難しいと思われるかもしれませんけれども、ただまあこの領域自体はですね、その撮影っていうのは非常に簡単にできます。で、その処理自体もですね、一時処理っていうのは、手続きに従ってやれば、どなたでも、していただくことはできるので、その後ですね、その後のいろんな処理っていうのは、まあ、難しいところがあるというところです。ただまあ、その一方でですね、その処理をしていく上で、まあ、いろんなことも勉強できますし、あ、まだ自分にはこういうのが足らないんだなとか、まあ、こういうものを導入しなきゃいけないんだなとかいうところも見えてきますので、まあ、教材としてはですね、まあ、すごくいいんじゃないかなと、いろんなものが、まあ、勉強できるね、そういった天体なんじゃないかなと思います。まあ、なので、ぜひ撮影してですね、その処理というものを一通りやってみて、まあ、それでですね、まあ、いろいろ悩んでみてください。まあ、こういうね、悩みっていうのは、比較的楽しい悩みなんで、今後もね、どんどんしていこうかなと思います。で、まあ、夏の天の川はですね、今後も課題として、まあ、一つのね、自分の課題として、取り組んでいこうかなと思っている天体の一つです。
ということで、今日はですね、こんな感じで、夏の天の川は、撮影は簡単なんですけれども、まあ、その後の処理っていうのはですね、いろいろ苦労がありますよという話をもうちょっとですね、まあ、詳しくしてみました。ということで、今日はね、これぐらいでお別れしたいかなと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。